はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の主旨シリーズ第31弾をお送りします。で、今回はこの9問やりますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいつも通りちょっと画面下げますので、お待ちください。行くよ。よいしょ。ちょっと待って、もうちょい。よし。じゃあね、ちょっと問題用紙外してしまうので、まあツイッターの方にも貼っておきますけど、あとはね、自分のホームページの方とかで確認してみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番からですね。で、もう本当にこのシリーズよく出てきますけど、足し算と掛け算が両方入ってるので、掛け算先にやってねっていう、そこを注意してやっていきましょう。プラス3かけるマイナス6なので、ここがマイナス18。で、もともと13が、こっちにいるから13-18になると。つまりこれを計算して、答えがマイナス5になります。まあ、この辺はね、サクサクいっちゃいましょう。で、2番がカッコのある計算なので、カッコの前の3をまず分配で配っていきます。そうすると、最初が 6A、次がプラス9。で、マイナス2をこことここに配るので、マイナス 10A とマイナス8になります。で、A がくっついてるもの同士は計算ができるから、これくっつけるとマイナス 4A。で、A がくっついてないもの同士計算するとプラス1。つまり今回これが答えです。で、間違っちゃいけないのは文字がくっついてるのとくっついてないのが、それは計算ができないからね。間違ってもこれを計算してマイナス 3A とかにしないように注意しましょう。で、3番ですね。3番は A がマイナス3、B が4です。その時これを計算していくんですけど、まあこれもこのまま代入していきましょう。で、気をつけるところは、まあおそらくここね。A の2乗。で、これ、3×A の2乗なんだけど、A のとこにマイナス3入れるじゃんか。そうするとね、マイナスを入れるときは絶対カッコをつけて2乗します。こういう感じで。で、後ろは、マイナス5、まあ、×B が4なんで、こうなると。で、マイナス3、まあ、カッコのね、マイナス3の2乗は、これは、マイナス 3× マイナス3っていう意味なんで、ちょっと丁寧にやっていこうか。こいつは9になります。で、後ろは計算しちゃうと、マイナス20。で、ここがね、3×27なんで、27-20すると、答えが7と。これで OK です。で、次、ルートなんですけど、ちょっと久々にね、ちょっと有理化が出てきた感じかな。最近なかったよね、これね。で、まず、この左側。分母にルートがあったら、まず有理化しようと。ちょっと入りきらないんで、こっち書くね。有理化は、このルート5っていうやつを、分母と分子、上と下、両方にかけます。こうやってね。で、ルートっていうのは、同じものをかけると、ルートが外れます。だから、ルート5とルート5をかけると、これ5になる。こうやって。で、5と30、ルートの世界じゃないかね。ルートから出てきた世界同士を約分するから、1になって6が残る。で、分母は1だからもう無視してしまって、6とルート5が残ってるんで、こいつは有理化すると6ルート5になります。で、入ってるかな？大丈夫だよね。で、プラスルート20の方は、20は、4×5 だと。で、4が2の2乗なんで、これ直すと2ルート5なんだよね。こうやって。で、ルート5、ルート5が揃ったから、6足す2して8。で、ルートをそのまま残して、8ルート5で OK と。いう風になります。じゃあ5番行きましょう。次は一次方程式ですね。で、一次方程式は、もう左辺、左側に文字があるもの。文字がくっついてないものを右辺、右に集めればいいから、まずこいつね、7x を左側に持ってくると、マイナス 7x に変わります。まあ、16ね、書いといて、マイナス8を右辺、右に持っていくと、プラス8になりますと。で、それぞれね、計算すると、
こうなる。で、マイナス4で割れば、x イコールマイナス6で OK という風になります。で、次が二次方程式ですね。6番。で、二次、ちょっとこれめんどくさい二次方程式になってるんですけど、まずは、この左辺の、まあ、括弧の二乗ですね。こいつ、展開します。二次方程式は、基本的に、ほにゃららイコール0にしないと、まず勝負ができないのね。だからそこまで持っていく。で、そのために、これを展開すると、これ公式ね。x 二乗プラス、2x プラス1となります。よいしょ。で、書いておいて、x プラス13と。で、こいつをね、全部左辺に持ってくる。x を持ってくると、マイナス x だから、くっつけて x になる。2x とね、くっつけると x。で、プラス13持ってくると、マイナス13なんで、1とくっつけると、マイナス12になる。で、イコール0。で、こうなったら、因数分解するときに、これです。カッコカッコできないかなって考えてください。で、できなかったら解の公式に行く。いいね。二次方程式は。で、今回できます、これ。かけてマイナス12、足してプラス1ね。になる数字のコンビを探したいと。で、12っていうのは、まあ、12×1 とか、6×2 とか、まあ、4×3 だよね。で、マイナスにしたいからどっちかがマイナスになるんですけど、このコンビで足してプラス1にしたいから、ここ使います。4と3。で、しかも、こっちにマイナスをつけておけば、かけてマイナス12、足してプラス1になるから見つけたと。で、その数字をここに入れてあげる。これで因数分解 OK。ただこれで終わりじゃなくって、答えは、x イコール、まあ、ちょっとずるい方法を使うとね、ここの数字、4とマイナス3の符号を変えたもの。つまり、マイナス4と3。これが答えになります。で、答え書くときにこれ逆でももちろん OK です。3とマイナス4でもね。っていう風になります。で、次が7番二次関数ですね、今度ね。で、式が y イコール3分の 2x 二乗が書いてあって、x の変域が書いてあると。で、その時 y の変域を出したいんですけど、これは簡単な図を書いて勝負する。定位とか全然使わなくていいからね、入試本番で。二次関数だから、大事なのは、下にカーブしてるか、上にカーブしてるか。まずそれが大事。で、3分の2。プラスの数が書いてあるから、グラフはこの下カーブ。こっちになります。もうフリーハンドでいいから。で、その後に、x がマイナス1から3なんで、まあ、マイナス1、この辺に打つと。で、3はもっと離れてるから、離れたとこに3を書きますと。で、そしたら、そっからグラフに向かって打ち上げ花火を上げると、こうやって。まっすぐね。で、その、塗った間の部分だけ、今グラフを使っていいよって話なの。で、ここまでしなくていいけど、余計なとこ消しちゃってもいい、消しゴムで。まあね、試験の時ね、時間もったいないんで別にいいんだけど、そこまでやんなくても。でね、y の変域っていうのは、このグラフの一番高いところと、一番低いところ、どこっていうのを聞かれてる。で、一番高いところはさ、グラフから考えても、3の時の数字だよね。じゃあ、ここの数字いくつかなっていうのは、x が3なんで、x に3を入れればいい。そうすると、3分の2かける3の2乗だから、9。約分すると、こうなって6になる。つまりこれ6ね。6。だから、一番高いとこ6なの。で、一番低いとこどこっていうと、ここだよね。ここ。これ、やりがちなミスは1の時ね。ここが一番低いって間違わないように。一番0の部分通ってるから、0が一番低くなります。つまり、一番低いところと一番高いところが見つかったので、あとは書くだけ。y を真ん中に書いて、一番低いのが左。一番高いのが右。って書いて、曲がった。入ってるかな。あ、全然入ってるね。これで終了という風になります。だから、変域を求めたいときは簡単なグラフを書く。もちろん、頭の中で描けてやれる場合は全然構わないんですけど、ちょっと不安な方なんかは、時間ね、少しかかりますけど、これやることでね、3点、4点稼げるんなら大きいんで、ぜひね、これで解いてみてください。よし、あと2問だね。
で、次が確率です。で、カードがちょっと書いてないんですけど、カードが1、3、5、7、9。この5枚。で、このカードを2枚取ります。同時に取ると。その時、2枚のカードに書かれている数の和、つまり足したものね。足したものが10以上になる確率を求めなさいと。で、まあ確率なんでね、樹形図を書きましょうと。で、樹形図1、3、5、7、9なんで、まあ、よく自分がね、左側には丸つけるんですけど、片方1を取りますと。じゃあ、もう1個枝出すのは何かっていうと、1、3、1、5、1、7、1、9です。で、これ気をつけなきゃいけないのが2個あって、まず1、1を書かないこと。なぜなら、今5枚のカードがあって、同時に取り出すのに1、1が取れるわけないんだよ。だから1、1を書かない。で、もう1個の注意点は、じゃあ次3の時ね。3の時は3、5、3、7、3、9になるんですけど、もう1個は3、1を書かないこと。今回、同時に取り出すっていう問題なので、ちょっと行こうか。これ1ね。これ3だと思って。1、3っていう取るときと、3、1取るときって同じことなんだよ。同じことは樹形図に書いてはいけないので、今回は3、1がなくなります。だからよく言う、枝が減っていくタイプの樹形図。1本減ったでしょ。つまり次、5のときやると、もう1本減って、5、7、5、9なの。で、7のとき書くと、7、9で終わり。で、9のときはないです。っていう、1本ずつ減っていく樹形図ね。で、全部書き終わったら、まず数える。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個だから、それが分母になります。10分のっていう。まあ、ちょっとね、上に書いていい?10分の。で、今、和が10以上でしょ。足したものが10以上のいくつあるかなっていうと、これ違う、違う、違う。ここ OK だね。10だから。違う。OK、OK。で、OK、OK。OK、OK と。10以上のところね。で、数えると6個あるから、結局10分の6だと。で、絶対に忘れちゃいけないのが約分ね、確率は。あれ2で約分できるから、5分の3と。これで終了となります。さあ、ラストです。度数分布表ね。これ、不意をつかれると間違えるんだよね、この問題ね。で、今回ちょっと省略して書いちゃいましたけど、結局まあ、表がありましたと。で、その、なんだ、携帯の使用時間か、を調査したときに、0時間以上、1時間未満のところの、まあ、A 中学校と B 中学校の話ね、度数分布、相対度数が高い方か、大きい方を求めなさい。だから結局両方求めなきゃいけないんだよね。そう。で、相対度数の求め方、意外と忘れやすいんですけど、まず、その0時間以上、1時間未満の人数と、まあ、K ね、全体人数を書き出しました。で、出し方は、A 中からいくよ。その60っていう数字、割る全体の人数。これが相対度数。これだけなんだよ、相対度数。でもね、忘れるの。あんま出てこないから。いいね。これで求める。で、やっていくと、0.5 か。で、小数第2位まで求めろって言ってるんだけど、一回ちょっとここで止めます。ここで。で、なんでか後で言うね。じゃあ、色変えていくか。書く場所間違ったね。B も行きます。で、B も、156人。割る、全体252なんで、ちょっと割り算やっていきましょう。こうね。で、0点。いくつだ ?7 いけないよね。6いけるか。6、2、12、こうだね。で、この時点で 0.5 と 0.6 分かってるから大きい方求めたいんだよ。だからさ、もうこっちは大きいの決定してるんだよね。つまりもうやりません、余計なこと。これちっちゃいからさ。じゃあ、あと B だけ確実に求めようと。で、四捨五入して小数第2位までだから、小数第3位まで必要なんでちょっと頑張れよ。ってやると、8の4でこうなる。1か。252。こうか。で、これ求めなくても絶対5を超えるよね。これ。だから、ここの数字が5以上って分かってるから、四捨五入すると、繰り上がるからね。あ、切り上げか。0.62 になりますと。で、これが答えになります。いいかな?では、今回はね、この9問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。
ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。